また喉乾いてる。はい、ということでこんにちは、薬莢です。3日目、スタートしていきましょうということなんですけど、またしてもですね、喉乾いてる。本当に本当にあれだけ水飲んだのにね、一晩あげたらもうカラッカラですよ。っていうことでね、ちょっと在庫の水を飲んでスタートするんですけど、今日の分の食べ物飲み物ございませんということでね、一応飲み物はね、根本的な解決法があるんですよ。あるんですけど、それをするためには時間がかかるので、まずはね、取り急ぎ、周りの家を襲って食料確保しましょう。まあね、この世の中弱肉強食ですからね、他の家からもらうのかわいそうとかね、そんなこと言ってる場合じゃないんですよね。できればティア1のこういうところ、おっ、あ、いる、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、エマージェンシーエマージェンシーって知ってる？いな、あ、よかった、一旦見失ったらしいよ、バカなやつめ。やばいやばい、この世界は遊牧民ですからね、ちょっとでもね、犬に噛みつかれようものなら即死しますから。はい、やべえ、一発でやれない、あの人。あ、待って、嘘ぴょん、ごめんね、許してほしいよ。あ、来てる、おほほほ、なんというか、まだダメか。もうね、もうやばい、死ぬ、まあ、だいたいいつも私お前に殺される。ほんとに危ないわ、もうやんなっちゃう。ということでね、ティア関係なくね、やはり命がけですから気をつけていきましょう。あったあった。で、こういうカープボードとかをね、まずは、これだけを狙ってね、午前中は漁っていきます。今、黒焦げ肉とコーンミルありましたね。お、待って、来た、調理用グリル。調理グリル来ました。これめちゃくちゃ嬉しい。これでね、もう黒焦げ肉作んなくてよくなると思います。よし、2箇所目。できれば缶詰とかね、出てくれば結構大当たりだと思うんですけどね。お、来た、鶏肉のスープ優秀です。食料と水分両方回復できる。もうね、今お腹減っちゃってるんで、これ食べちゃいます。お、待てよ、今、ピストル来たー、ピストル、今ガタガタのね、パイプライフルっていう武器を使ってるんですけどね、ピストルはね、ちゃんとした武器ですからね、ちゃんとした武器なんで、9ミリ弾があれば使えますね。お、肉シチュー、これ激アツ、食料値50も回復する超パワフルアイテムで、しかも水分も20も回復する。いやー、ありがたい。はい、ということで帰ってきて、荷物整理したら食べ物こんな感じ。昨日よりはだいぶマシです。だいぶマシで、ちょうどお腹減ってるから肉シチューを食べてね、この3日目をね、乗り切ろうと思うんですけど、何していくかっていうとね、この水不足問題をなんとかしていきたい。で、水不足をなんとかするためには、これ水滴収集器っていうのがあるんだよね。で、この水滴収集器が、時間とともに水滴がたまり安全な飲料水になりますっていうことで、これを設置することができれば水不足問題解決にね、多分つながると思うんだよね。ただこれスキルが必要なんだよね。作業場っていうスキルが必要です。その水滴収集器のね、スキルレベルを上げる本をね、実はこの間の探索で入手してます。このフォージャーヘッドってやつ、これを読むことによって作業場のクラフトスキルを向上させますってやつなんでね、これ読んじゃいましょう。はい、これで水滴収集器作れるようになります。なんか簡単になってるね。スクラップポリマー、鉄パイプ、ダクトテープでいいんだって。とこの正式版の前のアルファの時ってね、もうちょっと条件きつかったんだよ。これ2000円くらいする部品が確か必要だったはずなんだけど、それいらなくなってる。で、今足りないのはこのスクラップポリマーってやつね。これ26個しかないけど、作るためには100個必要なんだね。これを集めれば水問題が解決するということで、今日それ頑張っていきましょう。あ、こんなところに水滴収集器の壊れてるやつがある。あ、スクラップポリマーゲット、ラッキー。はい、ということで第1回目のクエスト、ここですね。お、トイレ。確かね、スクラップポリマーってね、どこにでもあるんだけど、こうやってね、あ、そういろんなものを壊していくと、割とね、高確率でスクラップポリマーでできてるものってあるんですよ。これもかな、これもだね。わ、いる、退避、狭いところで戦ったら不利だからね。
ずい。あれ、おかしいな。いる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 。よし、寝込みを襲えればね、めちゃくちゃ楽なんだけどね。さっきみたいに気づいちゃう人がいるんだよね。これ確かあそこからいっぱいゾンビ出てくんじゃなかったっけ。行けますか。奇襲できないんだよね。あ、違う、下下下下から出てきた、下から出てきた。で、今回のクエストでスクラップポリマー34個集まりましたね。結構優秀な感じ。この分だったらあと2回クエスト行けば大丈夫かもしれない。お次はこちらですね。でかい、でかくて崩れかけの木造だから、なんだろうな、先入観で申し訳ないけどスクラップポリマーなさそうな気がする。全然あるわ。嘘嘘嘘嘘、全然ある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 。じゃあ地下からか。地下やだな、危ないよね、見るからに危ない。あー、めっちゃ暗くて怖い。おお、びっくりした。いた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 、いました、いました。もうよし。お、まだいた。よし、オッケー。え、まだいる。よし。いやー、これはね、ちょっと謝罪案件ですわ。はい、謝罪案件です、これ。スクラップポリマーね、この家だけで100個あった。スクラップポリマーの宝庫や。えい、帰ってきました、ただいまマイホーム。よし、そしたら、スクラップポリマーがね、200個集まったから、いけないかな？これ2つ作れないかなって思うんだけど、あった、水滴収集器。お、2個いけます !2個作っちゃいましょう。オッケー、これで水分不足問題はかなり楽にはなるはず。この家にね、ちょうどいい屋上のスペースがあるんですよ。で、ここに、作った水収集器をね、セットしていく。結構でかいんだよね。ちょっとピンクだけど大丈夫かな？スイッチ、オッケー。はい、ということで梅雨収集器設置完了でございます。これでガンガン水不足を回復していきましょう。あともう一個今日やりたいことがあって、ウッドスパイクをね、大量に作りまくります。これ2日目の夜にね、木材2000個集めといたんだ。で、これをウッドスパイクね、何個作れる、100個作っちゃおう。100個作ります。これをね、家の周りに敷いて、とにかくね、ゾンビの侵入を防ぎたい。ちょいちょいね、私のこと認識してなくてもね、彼らはね、ちょっと建物を傷つけるんだよね。通りがかりにゲシって殴っていくからさ、ちょっとそんな奴らをね、撃退したいんですよ。ひたすらウッドスパイクを設置していく。いや、もうゾンビ退散だよ、本当に。来るんじゃないわよ、私の家に。あのね、ウッドスパイク全然足んない。100個準備したんだけど全然足んない。まあこんな感じでね。はい、今俯瞰視点使ってますけど、こんな感じでやってましたけど、ここら辺とかね、ちょっと足りなくて置けなかった。まあ100個って言ったらこんなもんか。結構広いもんな、この敷地な。まあ一旦これで完成ということにしましょう。じゃあ、4日目も頑張りますか。ということで、3日目終わりますね。あれ、トレーダーって21時以降も入れてたっけ？あれ？いいんだっけか？まあいいや。なんか21時過ぎてもトレーダーに報告できましたけど、まあよしとしましょう。あれ、そうだったっけかな？